ティップオフ。皆さんお久しぶりです。ポポバスニュースのコーナーです。ということで今日は東西のロースター確認いきたいと思います。 3,2,1 ティップオフ。ということで、まあ、移籍がほぼほぼ終わりまして、情報出たかなという状況でございます。非常に大激動な、まあ、移動の多いシーズン、来シーズン、今シーズンになっております。まずはですね、オリンピック、皆様お疲れ様でした。配信に来ていただいた方、皆様ありがとうございました。まあ、アメリカが結果的にね、試合をこなすごとに強くなっていくと。何より、まあ、デュラントがミドルシュート落とさないみたいな、ゴールシュート一緒だみたいなところで、まあまあ、固めてきまして、なんだかんだ強かったですね。特に男子の傾向としましては、3クォーターに勝つチームが強いみたいな、まあそんな感じでございました。まあ女子に関しては銀メダル、まずはおめでとうございます。素晴らしいでございました。女子の方もですね、これを機に頑張っていってほしいなというふうに思いますし、何かこう、取り上げられるニュースがあったら、私の方もまたこれやっていきたいかなというふうに思います。それでは本題でございます。東西のロースター確認というところでパッとお出しして、まあ、気になる選手うんぬんというところだけ見ていきたいと思います。次からの動画ではそのチームを含め順位予想だったりとかチーム分析の方細かく見ていきたいと思いますので今日は大枠のみでご報告させていただきます。それではまずは東地区からです。こちらということで、東でございます。まずはチームですが北海道、秋田、茨城、宇都宮、群馬、千葉、東京、渋谷、川崎、横浜、新潟、計11チームになっております。富山が西へ行った、そして茨城と群馬が入ってきた、まあ、こんな形で11チームでシーズンを迎えることになります。まあ、北海道のところからつらっと見ていくと、まあ、そこまで動かなかった北海道、まあ、朝日が移籍したっていうところぐらいですかね。それから秋田のところでございます。秋田の注目といえば、まあ、外国籍選手ですね、まあ、怪我してる選手もいるんですけれども、まあ、4人登録があるので誰を登録してくるかなといったところかなと思います。まあ、あとはシゲが戻ってきたと。で、今非常に中身の実態は、実情は素晴らしい状況になっている秋田なんですね。で、これシゲが入ることによってワンチャン盛り上がる可能性があるので、まあ、来季台風の目になる可能性も全然あるんじゃないのかなというふうに見てます。それぐらい、まあ、チームにファイティングスピリッツをもたらす選手が入ったのはでっかいかなと思います。そして今季新規参入の茨城さんでございます。まあ、ここのね、メンバーそこまで大きく変わらずといったところだったんですが、この戦力で B1 とどう戦うのか、そして B1 にはどういう風に映っているのか、非常にここは注目になるかなと思います。そして宇都宮、まあ、ロシターしかり、外国籍選手しかりが移籍した中、まあ、日本人選手たちはほぼ残りました。もうここがまず強い予想ですよね。まあ、1点気になるところはやはりロシターのところですよね。ロシターを機械枠として使えたところが使えなくなるので、どのようにしてくるのかと。まあ、ただ新しく入った選手たち、プレイを見る限りではかなり戦力にはなると思うので、やっぱりこれ来季のところ注目はその分出てくる日本人選手の使い方、おそらく4アウト、5アウト、まあ、こういった戦略を使ってくるのかなというふうに思いますので、注目したいと思います。それから新規に入ってきました群馬。まあ、群馬でございますが、正直この戦力補強はバランス、芯、連携度合いともに、そして経験ともにトップレベルの補強だと思います。これやっぱり GM の吉田さん、まあ、中央大学で五十嵐さんの後輩だったという記事を見たんですけれども、やっぱこの方がバスケを知ってますよね。バスケを大会系でゴリゴリやってきた人の采配、そしてこのピックアップっていうのはめちゃくちゃ強いです。何が強いかって多分本人が、吉田 GM がまだまだバスケ好きなんですよ。だから今の流行りに乗ってるんですよね。まあ、そういったところ注目したいかなと思います。やはり私の注目としてはケイ・イガラス、それからアキ・チェンバーでパーカーが帰化選手のトレイとバルビン、そしてキーナンが代わりに入ってくると、おそらくキーナンがサブスタートになるかなと思うんですけれども、両ウィングにアキとトレイ、それからゴール下やってくれてましたね、チェコでバルビンがねオリンピックで大暴れしてましたからね。まあ、こういったところ面白いかなと思います。そして五十嵐圭さんのスピードにパーカーのアリウープみたいな、まあ、こんなのもよく見れるかなというふうに思います。非常に期待します。
そして千葉でございます。まあ、こちらも外国籍選手の移籍はあったんですが、やはり富樫君、それからギャビン、ダンカン、まあ、ここが移籍しなかったっていうのだけでも勝ちですよね。まあ、それからもちろん原修もいてといったところで、戦力は劣ってはないかなと思います。むしろ前年度チームの連携度の習熟具合が低かったので、ワンチャンその中で優勝した千葉、今季の方が怖いんじゃないのかなというふうに私には見受けられます。そしてアルバルク東京でございます。もう優勝必須で臨んでおります。まあ、完全にバスケ界の読売巨人軍化しましたね。はい、ということでロスター、サイズ、それにカークも元気そうで、カークともよくメッセージやり取りしたときも非常に元気で、またすごいのが来季 MVP 目指せよっていうようなあのメッセージを送ったんですけれども、いやいや MVP を私はね、あのいらないんだと、興味はないんだと、むしろ大輝が MVP だと、それよりもチームがみんなが MVP なんだっていう風に返ってきたんですよ。だから私はですね、カークとサイズとロシターに関してはビッグ3って呼んでるんですけれども、ビッグ3プラス D、まあ、これが日本を沸かせるぞと、頑張ってくれよ兄弟っていう形で、あのメッセージの方を変えさせていただきました。もうメンバー見なくていいです、強いと思います。はい、そして渋谷でございます。正直渋谷の遺跡に関してはまあまあそんなに遺跡はなかったんですけれど、私の印象です、勝手な印象です、ゴテゴテになりましたね。これ渋谷の交渉の仕方、もしかしたらまあ安めに設定して選手を入札しようとしたら他が高くて話にもう乗らなかったみたいな、そんな感じのゴテゴテ感を正直感じましたが、まあ、あの主力のメンバーたちが変わったわけではない、プラス今非常に油が乗ってるスラッシャー、まあ、非常にここから日本人のスラッシャーはね、価値が上がってくるというふうに私は見てますんで、紅葉くんのところは面白いかなというふうに見ております。早くアジャストしてですね、彼も走ってちょっとスリムになってきたらめちゃめちゃいい選手になると思いますからね。あの太ってるとかそういうわけではなくて、彼はもうちょっと筋力を増やせるようなタイプの人間だと思うんですよね。そうなった時が最もおっかないかなというふうに思います。それから川崎でございます。辻くんの電撃移籍はあったものの、まあ、新外国籍選手のジャニングもしっかりといったところでメンバーを固めてきました。若干気になるところは年齢が上がってきてるかな、平均年齢が上がってきてるかなというところなんですが、それは逆にまあ経験値だったりとか、まあ、勝負強さっていうので発揮できるかなというふうに見ておりますので、何ら問題ないかなというふうに思います。そして大注目でございます。横浜でございます。まあ、ここはですね、いつもなんですけれども、まず外国籍選手の取り方はリーグでトップクラスでうまいです。アウダを残せたのはでかかったと思います。オリンピック見てもめちゃめちゃ活躍しておりました。またですね、今ようやくこう油が乗り出したというか、リーグ慣れした若い子たちですよね。森森コンビの森くん、森川くん、しっかりといったところ、そして土屋くんでビッグマンもね、取れてるところもありますんで、横浜に関しては、おそらく2、3年以内に強豪チームに入ってくるかなというふうに見ております。あと1人2人こう火付け役いたらどうなんだろうっていうところはあるんですけど、まだないんですよね。なのでこれが覚醒して出るかどうなのかっていうところが注目でございます。そして新潟でございます。最後まで出ませんでした。まあ、正直思った一言言います。能見くん契約解除から契約戻ったっていうようなシナリオもございました。おそらく契約状況、まず既存の選手たちは揉めたんだなと勝手ながらそういう風に見ておりますが、とはいえ今チームになったこのチームベテランも多いといったところ加味すると、まあまあここはアジャストしてくるかなと思います。リーグ前、まあこう移籍情報の中ですね、唯一こう情報が出なかったチームですんで、若干ブースターさんも不安になった部分があると思います。まあこの辺をですね、まあ払拭してくれる、まあそういうようなB リーグ東地区のですね、やんちゃ集団として、ぜひ頑張ってほしいなと思います。まあ、特にですね、ネパウェ選手が取れてるのは、ま、面白いかなというところなんですが、一点気になるのはエアーズなんですよね。エアーズ選手って、まあ、過去の経歴からものすごい選手なんですが、この選手2年ぐらい留まることがないんですよ。なんで留まらないんだといったところが、ちょっと私の中で、うーっていう疑問符があるのも事実なんですが、これはなんとなく新潟にはアジャストするような、気がしてます。ぜひエアーズ選手新潟で爆発を期待しております。ということで東地区のまずメンバー表見てみました。バーッと拾ったので、もしかしたら抜けてる選手、変わってる選手がいるかもしれません。いたらですね、またあのコメント欄の方で教えていただきますと、後ほど更新しまして、それ踏まえて戦力分析と予想の方していきたいと思います。まず1本で動画をまとめようと思ったんですが、あまりにも長くなってしまいましたので、西地区に関しては次回やっていきたいと思います。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。
俺たちは強い。